3.0 になって一番良かったと思うこと、嬉しいことはありますか？これはね、前までただですら横で動けたのに、こうもう反復横跳びレベルに生きるわけじゃないですか。これであらゆる攻撃が避けられるということですね。まあそうね、簡単にと言いますか、現実に、まあ、家の中にいて普通に攻撃されるようなことはないかと思うんですけど。ん？みんなちょっと静かにして。なんか聞こえません？聞こえません？なんかこっちに向かってくる。危ない！来たー！ビーム来た！ちょっでも 3.0 だから避けられ、今全部当たってなかった。ちょっと待って、全部避けられる。ちょ、全部当たってる。ちょっと待って、来た。ほいいぞ。これ 3.0 ならビームがさ3.0 ならビームが避けられる。いつ時空警察が来てこうビームを頭に打ってきても 3.0 であればこう避けられる。 3.0 なら避けられる。来ましたね。いやいいわ、素晴らしいね。うん、あ、これやりましょうか。これまでのサムネみたいに加工した顔との比較とかしてほしいかも。トイレの花子さんってゲームを実況した時のやつね。これもじゃあちょっと私変えてみますか。着替えてみますね。よし、これでちょっとねちょびっと離れまして、よいしょ。じゃあこれであれをしますか、再現をね。どうですか？いや、いいですね。いいですね。いいですね。いや、まさか皆さんにこのような表情をお届けできるとは。いや、これはなかなか幅が広がったんじゃないですか？じゃあこれやろうかな、にらめっこ。じゃあいきますよ皆さん、にらめっこしましょう。アップップ、にらめっこしましょう。アップップ、にらめっこしましょう。アップップ。これはちょっと可愛すぎたかな。ちょっと可愛すぎたかな、これはね。やっぱこの顔だよな。これほんと腹立つな、この顔。じゃあこれちょっと見ましょうか。一番可愛いと思う顔で10秒キープしてください。いや、かわいいで言ったらやっぱこれでしょうね。これでしょう。これで、かわいい顔でしょ？そうだな。ちょっと、顔を。ピエン。せっかくボトル入れたのに。もうシフト変わるの？あ、何それ聞いてないんだけど。ボトル入れたらあと1時間いてくれないとミトピ買えない。プー、もう帰っちゃうの？あとはこんなにくれるんですか？ありがとうございます。ありがとうございます。いちごでいいって言ったじゃないですか。
ちょっと生々しい単語出てしまったんですけど、まあとはですね、なんか強キャラっぽくなる感じとか、これとかね、いや素晴らしい、これは由緒正しいでしょ。これは能力使いで、あとはそうだな、儚い感じ、これ多分もうすぐ消えるな。私、お前消えるのか。これは最終回でしかしちゃいけない顔ですね。ちょっとね、あのまとめたものを皆さんにお見せしたいなっていう風に思いまして、これがすごくわかりやすいかな、こんな感じ。はい、ということで、まあ、こんな感じで、この画像ね結構参考になると思うんで、これを指標にね 3.0 に対しての理解を深めていただければなという風に思います。キルン、こんな曲だった。ダンスの網、華やかな光、僕をそっと包むようなハーモニー、ブキパクシェイキー。